どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間に、このちっちゃいウクレレでどんどん音楽楽しめるようになりますよ。ということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日ももりもりやっていきますよ。本日は皆さん、昨日びっくりするニュースが飛び込んでまいりました。千葉雄介さんがですね、天国に召されてしまったということで、もう驚きましたですね。今日取り上げる曲はこの曲です。ドン The Michelle Gun Elephant の世界の終わり。この曲はもう今日歌わなくてどうしましょうということなんですけど、実はカズさんですね、このミッシェルガンエレファントと、共演したことがあります。当時ミッシェルガンエレファントがもう人気がもう絶頂の時だと思うんですけどね、赤坂ブリッツというライブハウスで、僕はその当時スタークラブというバンドでギターを弾いておりまして、ツーマンで、やったんですけども、すさまじかったんですよ。もうで打ち上げとかリハーサルとかもミッシェルガンエレファントの見させてもらって、もうね、本当にもうね、もう言葉で言い、いや、あらせ合わないぐらいのものすごいですね。もう、ひっくり返った経験をしててね、もう本当にその、肉眼でそれを見て、本当に近くで見てたっていうのはあるんでね、もう本当に昨日ひっくり返ってしまったんですけどね、その思いを込めて今日はガズレレで、この思いの丈をもうぶち込んで、ロックしていこうと思います。さあ、本日はGラボのこの、ガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンでこの初めてウクレレ使ってやっていきますよ。こっちAmazonで即ゲットですからね。ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあ、それではレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもめっちゃ簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンですが、歌はですね、ハートたっぷりでいきましょう。で、今回シンプル簡単バージョンでもですね、かなりね、ちょっといろんな要素を取り込んでます。まずちょっとこれ見てください。イントロのこのメロディーなんですけど、この CCCって書いてあって、一弦の3513って書いてあります。これ一弦の33335551111、わかります？一弦のフレットをずらしながら全部弾いていいです。こんな風にやります。ちょっともう一回見てくださいね。よく CCCC って書いてあって、下に数字で一弦の3513って書いてあるんです。まさにそのまま一弦の33335551111。こんな風にフレーズをシンプル簡単バージョン初心者さんから弾いていこうと思います。あともう一個、この F 星というコードが出てきますね。これはね、本当は F マイナーというコードがかっこいいんですけど、どうしてもこれはね、やっぱちょっと難しいんで、初心者の方、これおすすめです。F を押さえているところに C を1個足す。つまりこれで F マイナーの音を再現しようということなんで、まず一つ形で、ひとまず覚えてください。この星っていうコードネームはガズレレだけで使えるコードネームですからね。で、かっこいいバージョンでここ、さらにしっかり説明していきますので、ご安心くださいということで。で、シンプル簡単バージョンはそんな二つのちょっと最初に注意点を、させてもらって、後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはあのビートやっていきますと。まあマシンガンギターですから、あそこは。もう本当二人向こうから見てんだもんね。阿部太さんと千葉雄介さん。それはもうすごいですよ。かっこいいバージョン。はい、2バージョン。最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これから自分の手でどんどん音楽生み出せて楽しくなれますよ。やってみてください。さあ、レッスン入っていきましょう。ミッシェルガンエレファントの世界の終わり。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン。ちょっと2つのポイントを押さえつつも、ゆっくりとやってみる。One, two, three, four.
僕は聞かされる。エレファントの世界の終わり、ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみた。かっちょいい。めちゃくちゃロック。どうでした？一弦のあのフレーズいけました？ 3513 次 7857 この辺ぜひね、このフレーズこれはやりたいでしょう。どうしたってこれは初心者さんからやってください。でもこれ練習したらすぐできるようになると思いますからね、よろしくお願いします。あと F 欲しいですね。ここはサビの中でもどうしてもこのね、ちょっとこの響きが不思議な F を押さえたまんま C の1弦の3フレットを押さえる、はい、F と C を同時に押さえるのが F 欲しいですからね、ガズレレ流の。はい、もちろんかっこいいバージョンではもうちょっとかっこいいね、あのアレンジになってますけど、ここはちょっとシンプル簡単バージョンを押さえていきましょう。はい、でこの構成なんですけど、今の構成はですね、1番と2番をやって感想やって終わったということなんですけど、本来ですね、この間あこの後に感想が入って2番のサビがこう続いていくということなんですけど、今回はもうこれでもかなりボリュームあるんでね、シンプル簡単バージョン、1番と2番だけでもバッチリでございます。フルコーラスやりたい方はですね、この2番目のサビをもう一回最後に足すとフルコーラスできるということなんですけど、まずはこのガズレレバージョンで熱量高く、この冬に汗をかくぐらいのエネルギーで歌っていきましょう。はい。まずですね、皆さん、ガズレレの動画はですね、歌詞とコードが出てますから、それ見ながらグレーで練習してもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんのシンプル簡単バージョンの演奏に合わせて演奏できたらもうすごいと思います。この曲はね、もうはっきり言いますけど、ロック、もうパッションがドーンと来る曲なんて難しいってことはあんまりないんですけど、ただしやっぱ歌のエネルギーとか、この、なんていうのかな、瞬発力、言葉の、悪いのは全部っていう感じでこう、叩きつけるようななんかこうエナジーがやっぱ必要になると思います。その辺をねちょっとガッチリね掴みながらやっていってください。で、簡単バージョンのガズさんの演奏と一緒にできたよという方、おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 一切見ずに皆さん一人だけでですね、全開で歌っていければいいと思うんですけど、でも最初から歌詞とコードを丸暗記するっていうのはやっぱ難しいですよね。なんでまずは楽譜を見ながら何回も何回も見ながらこう自分の中に覚え込んじゃって、いずれはですね夕日に向かってこの曲をね世界の終わり声高らかに歌いたいなと思うんですけど、でも楽譜って練習したいけどどこにあるのということだと思いますが、安心してください。今の演奏はですね、はい、ガズさんのこの手書きのノートに、書きました。見てください。はい、こんな感じです。今日はなかなか内容濃いギチギチです。今日はねロックの曲なんで、こうワンブロックをこうちっちゃく書く感じがなんかいいですね。だから結構今日はちっちゃくて読みづらいかもしれないですけど、ここにエネルギーグッと詰まってるんでね、これを見てほしいんですけど、後でねこんな風に大きくみんなに画面に映してみんなにもね書いてもらえるような時間を取ろうと思うんですけど、今ねとっても便利なサービス、これが始まってるんで紹介させてください。ガズクラブです。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた世界の終わりを含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大な
山のようなストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。であとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことを概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。世界の終わり、ザ・ミシェルガン・エレファント、やっていきましょう。ありがとうございます。本当に千葉雄介さん、阿部太さんと向こうでセッションしてます。さあちょっと見てもらいたいんですけど、これイントロなんですけど、ここちょっと見てもらうと、はい、さっきも言ったように1弦の3、5、1、3ですね。で、これを1回やった後、見てください。7、8、5、7。これは2回やりますということです。要は、これを1回やって、これを2回やるということです。前奏長いんです。で、ここ G7 で4ブロックやるよということでございますと。で、かっこいいバージョンではですね、ここ2回繰り返すうちの2回目から、リズムが入っていくというような、そんなことになって、またちょっと改めて解説しますけど、ひとまずはこうやって書かせてもらいました。つまり、これを1回やって、これを2回やって、これを1回やって、これで前奏ということでございます。はい。このツタタタタって書いてあるの、かっこいいバージョンではこのコードを使って、このコードじゃね、この決めをちょっと入れますよということでございます。で、さっき出てきたこの F 星っていうところね、ここです、ここです。かっこいいバージョンで F マイナーというコード、F の小文字 M に置き換わってますからね、これもね、後で解説していきますけど、ひとまず、こうやって映しておくので、そんなことを意識していただきながら、お時間の方はここ書いてください。今日は何回も言っておきますけど、このワンブロックちっちゃくなってますからね、1234 1234 1234ということで、ここのロックの感じはこの感じがねやっぱりいいなと思う。というわけでちょっと字が詰まってますけれども、はい、一時停止して書いていってください。で、今紹介させてもらったガズクラブで今日のこのガズレレノートのこの世界の終わりの楽、ゲットしてもらうのめちゃくちゃ有効です。今日はですね見てもらうと分かるけど、この V の字これなんだということ、これ言葉のタイミングなんですよ、うん、ちょっと歌ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、うん、悪いのは全部、うん。で、こういう、じゃ、要は、裏でね、言葉がね、入ってきているんですよね。うん、君だと思ってた、あ、伸ばすところでリズムが変わる。これめちゃくちゃ参考になります。あとは歌詞カードには載ってないこの伸ばすところ、これめ、ほんと参考になると思いますね。今日のガズレレノートはね、これこのまま書いてもらうか、もうねガズクラブに入ってもらってデジタルデータでダウンロードしてもらうのをめちゃくちゃ有効活用していただけるというふうに思います。まず一時停止で、じゃあお時間の方書いてください。一時停止ね、ほい。そしてここ感想ですね。感想は、一弦の3513と7857と G7。はい。ここで感想やって、で、これ2番です。で、コード進行は1番と同じで、歌詞が変わってきます。で、ちょっと引っ掛け問題みたいに、こうサビのここら辺とかね、歌い回しがちょっと引っ掛かりが変わるところあるんで、すごい要注意ですね。聞き込んでください。はい、ここ2番ですね。はい、そしてエンディングとして、この、こんな感じ。最後途中、ここの、7、8、5をやって C で終わったということになっております。本来はここの後にちょっと感想が長めに入って、またここのサビ2が繰り返されるということなんで、フルコーラスやってみたい方は参考にしてみてください。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。はい。ちょっとこれ見てもらいたいです。赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくる F マイナー。ちょっと隠しておきましょう。今やったシンプル簡単バージョン、この7個なんですよね。言っていきます。C と A マイナーと F と、さっきから話題になってる F 星ですね。で、G7 と E7 ということで、コードはすごい簡単なんですよ。ロックの曲、特にこのミッシェルガン・エレ
レファント、みたいなこうパブロックとかね、パンクロックに近いスタイルっていうのは、やっぱコードは本当簡単でシンプルなんですよね。シンプルでまっすぐ。これがポイントです。で、この F 星っていうやつはさっき解説したんでこれわかるよね。F と C を同時に押さえるということで、俺、ガズレレオリジナルの言い方なんですけど、ちょっとこれを一回隠させてもらって、今映してるこの5つ。この5つはガズレレではもう超入門コードのグループなんで、これをまず紹介させてください。これです。ガズレレ必須コードでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ガズレレでね、ウクレレで音楽始めた方に最初に覚えてもらったら10個の入門コードのグループ。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらめっちゃ簡単ですよ。でも一遍にドンと覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスッスッ覚えられちゃうめちゃめちゃいい動画を撮ってます。概要欄にそのリンク貼っとくんで、見てみて覚えちゃってください。さあ、それではね、かっこいいバージョンの解説に入っていく。その前にですね、やっぱりこの曲、YouTube にも世界の終わりのミュージックビデオも出てるし、ライブのビデオとかもね、ライブの映像とかも残ってるんですけど、もうあの危機迫るですね、もう千葉雄介さんの表情というか、もうこの歌詞の内容ももうすごいじゃないですか。何かこうただごとではない、こうね、妖艶なこう何かこうパワーがもうみなぎってるわけですけれども、ギターのね、あの阿部太志さんのフレーズもすごいんですよ。もうギターリストとしてもめちゃくちゃもうガズも尊敬してましてですね、もう影響めちゃめちゃ受けてましたね。で、まあそういう感じ、エネルギーなんですけど、やっぱりそのウクレレ一本でやるっていうところではね、ああいうイメージって持てないかもしれないけど、やっぱりそういうことは関係なく、やっぱ頭でイメージしてですね、ちょっとか、なんていうのかな、あの感じをですね、もうなんとかこうエネルギー、この可愛らしいんですけどね。でもそのギャップがまたこのロックの曲をウクレレでやるという、このギャップがまたね、面白いところだと思います。そんな思いとともに、やっぱり聞いて見て、エネルギーをこう掴んで一緒に歌うのがポイントになると思います。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。1個コード追加、さっきからずっとできて、F マイナー。これちょっと難しいんですよ。1弦の3フレットと、こことここですね。こんな感じで押さえるか、あるいは親指使ってこうですね。これ F マイナーってですね、このプレイスタイルによると思います。ウクレレを持ってる位置が高い人は、人差し指で押さえるのおすすめ。低い人は親指で押さえるのおすすめ。これどっちでもいいと思う。出てくる音は一緒ですからね、まるっきり。はい。で、F マイナーのことすごい質問が多いんで、F マイナーはめちゃくちゃ詳しく解説している動画を概要欄に貼っておくんで、ちょっとわかりづらいという方は見てみてください。はい。F マイナーを使っていきましょう。で、今日出てくるリズムなんですけど、これがまたちょっと強烈なんですよ。強烈です。マジで強烈。今日出てくるリズムはこちら。16ビートと16ビートのちゃんと、まあ、カッティングと、あと疾走ビート。この要素もちょっと入ってくるかなというふうに思いますと。ひとまずね、今映ってるリズムの解説、概要欄のところに貼ってある、ウクレレでできるリズムのいろいろというところに、それぞれの今映ってる、リズムの弾き方の濃厚解説レッスン動画がね、すでにもうそこにアップロードされているんですよ。なんで、それを見てちょっと研究してもらいたいんですけど、今日はね、もうそういうね、通常の、そういうビートは通用しないぐらいのね、凄まじいことになってるんですよ。この曲はちょっとね、かなりハイレベルです。何がハイレベルかというと、16ビートのチャのもう畳みかけるような、もうグイグイ押してくるビートのまんま、最初から最後まで駆け抜けるんで、皆さん持久力が問題になります。持久力というのもちょっと変なんですけど、手首でしなやかに弾けてる人だったら大丈夫。だけど、ちょっとね、肘で弾いてる要素がある人は、多分こことか、肩が凝っちゃってですね、ちょっとこれ最後まで弾けないよってぐらいの速さです。どのぐらいの勢いかというと、ちょっとサビのコード進行でやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。世界の終わりはどんどん来たな。早いでしょ？かなり畳みかけていきます。これ、最初、なんかサビだけじゃなくて、最初から最後までなんですね、一応。これをちょっと肝に銘じて、なるべく手首柔らかく力を抜いて、なんだけど、演奏はこう、パワフルにいきたいんですよ。体でこう、ぐいぐい持っていく感じがいいと思います。手首はしなやかに。はい、これはね、もうこのリズムですね、やっぱり、この動画見てもらった方がいいかも。16ビートのチャーがすごく良くなる、7つの法則みたいなやつ。手首の柔らかさ、これがどれだけ大事か今日は思い知っていただけるんじゃないかなというふうに思うんですけど、これももちろんさっきのリズムのいろいろの概要欄のところに貼ってあるんでですね、ぜひ見てみてください。で、じゃあちょっと順番に説明しますけど、イントロはですね、ちょっと口で説明すると、最初のフレーズ、3-3-3-5-1-3、3-5-1-3 のフレーズと、7-8-5-7 のフレーズがあるんですけど、順番でいくと、3-3-5-1-3 が一回やって、その後、7-8-5-7をやって、もう一回7-8-5-7なんですね。で、その、最初の3-5-1-3と一回目の7-8-5-7は、これ、16ビートの、チャが入ってない、疾走ビートと16ビートが混ざった感じですね。ちょっとここやってみましょうか。ワン、ツー、イントロから、チャが入らない。
はい、次7から、ね、ここも同じように優しい目にちょっと弾きます。で次からチャを入れます。ここからダンダンチャカチャダンダンダン。はい、こんな風な3段活用です。まずは3フレットから始まるのでチャを入れないで、7フレットから始まるので、フレーズでチャを入れないで、7フレットから始まるフレーズでチャを入れる。でその後 G7 に行きますね。で G7 のフレーズからはここでワンツーズタタタタタタタ、このツタタタタタって書いてあるやつはチャを一回最初に弾いてみたいな感じ、おかずですね。で、ここからエメロに入っていくということなんですけど、今ちょっと気づいた方いますかね。余裕があったらですね、何気にカッティング入れてるんですよ。カッティング。これができたらですね、余裕出てきたら入れるとさらにかっこいい、キレが出てきます。安倍太志さんのあのカッティング、ちょっと数ミリでもですね、こう再現しようかなと思って。はい。これ、ちょっとね、C で弾いてみると、カッティングはあるなしでやってみますね。まず最初なし。これカッティングなしですね。じゃあ入れますよ、カッティング、せーの。ちょっとキレがあるでしょ、ほんのちょっとなんですけど、このちょっとキレ味鋭くいくにはカッティングをやっぱ入れた方がいいんですけど、いや何せこの曲めちゃくちゃ早いんで、まあまあそれこそ一番最後にそれを考えればいいと思います。まずは16ビートリズムキープ、これをやっていきましょう。であとはですね、もう淡々と16ビートのチャでもう押して押して押しまく。この曲は抑揚とかないです。最初からもうボリューム120で、最初から最後まで駆け抜ける。まあ、C といえば最初のね、今やったイントロのチャが入んないところだけですよ。あとはもう、がっつりいってください。はい。で、もう変な話ですけど、サビの中のさっき F 星だったところが F マイナーにコードが変わるだけで、もう解説、終わりでございます。めちゃくちゃシンプル。もう、ぐーっといきましょう。はい。だからこのね、ドライブ感をね、止めちゃいけないんですね。それがですね、思いのほか難しいですよ、皆さん。最初から最後まで、もう、なんというの、熱量高いっぱなしで、もう、畳みかけ続けるわけですか。かといってリズムが速くなっちゃう、じゃないんですよ。なんかこの勢いでこう、攻めたいところなんですけど。これはだからですね、まあかなりハイレベルということで、そこで私考えました。これ、8ビートでまず練習するといいと思います。それどうなるとか言うと、悪いのは全部君だと思ってた。ルーティー。これでもめっちゃかっこよくないですか ?8 ビートでまずやってみる。これおすすめでございます。なんつったってこの16ビート最初から最後まで弾くのはもうね、至難の技です。ガズさんもですね、これかなりこう、ちょっとこう、覚悟しながらやろうと思いますけれどもですね。8ビートだったら結構余裕ありますからね。本来はこれ8ビートのノリ入りだと思うんですけど、そこがない。ミスチルガーエレフェントのかっこいいとこ。そこにあえて16ビートでこう刻んでくるっていうかですね。それがもうね、ミスチルなんですよ。はい。なんで、今日8ビートバージョンにしようかと思ったんですけど、やっぱりここはな、やっておきたいということで、16ビートバージョンにしたんですけど、やっぱりかなり難易度は高いんで、まず皆さん、8ビートのチャでやってください。はい。これで、まずいいと思います。で、そこでまずこのガッチつかむ。はい。で、まあ、ずっとこう練習してね、まずこのサビで16ビートのチャに変えていくとか、そういう風に、ちょっと個々のね、レベルに合わせて練習してもらうのがいいかなと思います。はい。歌詞もよく読み込んで、ミュージックビデオなんかのこの世界観もイメージして、あとは、思いを込めてですね、やっぱり二人いるわけですから、メンバーが向こう側に思いを込めて叩きつけていきましょう。ミシェルガンエレファントの世界の終わり、ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4。 Okay.
これで最後だと僕は聞かされる。エレファントの世界の終わり、ガズレレリかっこいいバージョンやってみた。いやー、めちゃくちゃテンション高くなっちゃうやつですね。もう熱量をですね、ガンと込めてロック、まっすぐど真ん中にフルスロットル駆け抜けていってみます。はい、はい、お知らせです。こちらちょっと見てみてください。これサムネイルなんですけど、白いウクレレ持ってますガズさんね。これ今度ね、今週末行われる、大阪で行われる G ラボガズレレウクレレのポップアップショップ、どこでやるかというと、ララポート泉です。大阪のね、泉にある島の学生店さんの店内でポップアップショップが行われる中で、このララポート泉店島丸学生が特別オーダーしたこの白い2本、これがやばいですよね。あとこれの展示はもちろんですけど、 G ラボガズレレのフルラインナップの展示とか、アンプとか、G ソリッドの展示もあります。ぜひ大阪界隈の方、このポップアップショップララポート泉にお越しください。そしてですね、ガズさん新しい本が出版されます。12月22日にこの本、これすごくないですか、このちっちゃさ。はい、ちなみに今まで出してた本の大きさ、これですからね。かなりこれちっちゃいことになってます。こんな感じで。はい。これどういう本かというと、このね、今これ見てる孫悟空5って書いてあるんですよ。このシリーズの1と2が青い本に2冊分200曲収納。で、3と4がこのピンクの本に200曲収納で、要はちっちゃくなって倍になってですね、で、これ楽譜なんですけど、開きやすいんですよ。すごくグッと開きやすいという特殊加工になってて、めちゃくちゃいい本になっております。中身は1、2、3、4とそれぞれ一緒ですけれども、これ持ち運び感とか、このね、見やすさとか、はい、なかなか考えられている本でございます。で、これ帯をね、外すとね、すごいいいですよ。この帯っていうのがあるじゃないですか、この帯。はい、帯外しました。それ後ろにこうガズレレ必須コードがこう書いてあって、初心者としてこれを見ながら楽譜も一緒に見れるというね、そういうアイデアも満載なこの本、ただいまアマゾンとか書店さん、楽器店さんで大好評、予約受付期間中です。よろしくお願いします。で、ガズレレではね、あと他にもいろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。